皆さん、こんにちは。ペルディスタ・オザーです。今回も倉敷安雄さんとともにいいサッカー世界図鑑について語り合いたいと思います。倉敷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はスペインに続いて、えー、イ,ンンイングランドということで、イギリス、イングランド。はい、逆に僕は知らないことだらけだったんで、倉敷さんにいろいろ 改めて聞きたいことがいっぱいあるんですけども、はい、スペイン同様に改めてこのイングランド編をお読みになっていかがでした、倉敷さん、感想は。そうですねうんあの英語ってこう世界的な言語じゃないですか。イングランド、イングリッシュ・プレミアリーグがこう世界の中でこれだけ大きくなった歴史についても、この本、実は少し触れている、そのきっかけ作りについて触れているんですけど、うん、英語と時間。 これがすすごく大きいんですね、うん、イングリッシュっていうのが世界中のやっぱり共通言語とまでは言いませんけどどこの国でもほぼ話されている言語だっていうことが一つ、うん、それからランチタイムキックオフというイングランドの時間を使ったことによってゴールデンタイム時差の中で使ったあの大きなこう収入を上げるための方法っていうものがイングリッシュプレミアリーグをプレミアリーグになってから急速に発展させてもともと FA の時代から 今も FA ですけどもこう大きく、あのー、存在していたんですけどもさらに、えー、世界中で身近になっていくというところの中でのプレミアリーグは面白くて、うん、そのきっかけ作りとそれから英語前回スペインやりましたけども、うん、スペイン語と英語できればとフランス語この辺を、うんあのー、何かの形で子どもの頃から少しでも接していて馴染んでおくと、うん、このアドバンテージは絶対に有利になるから、うん、あのそういった意味でもあの これをきっかけに言語に触れていくっていう点で、僕はお勧めしたい。一冊ですね。倉橋、うん、さん、改めてまあその言語という意味でのフットボールがもう言語じゃないですか？世界的なそうですね。倉橋、ね、さんも長年こうイングリッシュプレミアリーグ担当されていて、はい、プレミアリーグの魅力って改めて倉橋さんにとってどういう部分だと思いますか？ あの国によって何を求めるかっていうのはリーグによっての違いが必ずあると思うんですね。例えば小沢さんがあの一番よくご存知のスペインリーグっていうのはその美しいパスであったり構成であったりっていうところをおそらく観客は評価するんだと思うんですけどもプリアミリーグの場合は少し違って、うん、シュートを打てっていう文化なんですね。 ここまで来たらシュートで終わりなさい、僕たちはシュートが見たいんですっていうのを観客が作り出している文化っていうところがあるんで、だからプレミアリーグって決まる決まらないっていうのは別として、シュートの文化なんですね。うん、観客がここで背中を押して、シュートっていうふうに声を上げるっていうところが他の国とちょっと違う文化で,で、スペインの場合はシュートを打ったり大きなチャンスの時に、ウィッ オウって言ったりとかそういうそのなんかプロセスの中での結果一瞬の結果を楽しむ文化だったりするじゃないですか、うん、そこのところでの自分のハートが一番高まる瞬間の違いっていうのがスペインとイングランドってあってイングランドの方がせっかちな感じはしますね、うん、でも確かにまあプレミアの中継見ていても僕も現地でこうプレミアの試合見たこともありますけどもなんかスタンドのシュートシーンでの求める時のこの一体感ってすごいですよね。 あそこに行くと自分がそこの国の,そのチームのサポーターでなくても万が一ゴール裏に席を取られてしまったら。うん シュートが外れた瞬間に頭を抱えなければ許されないっていう <laughs>、ちょっとあの強制されるような文化ってありますね。うん、でもそれが楽しいんですもんね楽し。一緒に楽しいんですよ。で、あとは、あそこの文化ってのは、スペインもそうかもしれないんですけども、うん、あの子どもたちにとっての楽園なんです、ね、うん、つまりあのしつけが厳しい教育をされている中で、スタジアムの中だけは許されている。 うん、あの悪い言葉を使うこと悪いジェスチャーを使うことも出たらやっちゃいけませんよとお父さんお母さんに言われるんだけど中では楽しんでいいよということで、うん、スタジアムの中だけにある娯楽、うん、終わった途端に憎み合うこともなくサポーターはぞろぞろと駅に向かって青のサポーターも赤のサポーターも一緒に下手をすると下手っつくこう肩を組みながら行く姿さえ見ることができるっていうのがプ、うん、レミアリーグの面白さの一つです。うん 今回もイングランド編も改めて、ね、こうページを紹介しながらちょっと語り合いたいと思うので、はい、まず最初のページ皆さんに紹介したいと思います。はい、ではまずは、えー、スペイン編でもねこう国旗、国書のところを紹介しましたけどもやっぱり僕はこういうところは勉強になるな改めてっていうところで言うと <laughs> まあね我々日本だとえイギリス、イングランドどっちみたいなところまあフットボールを見ているとイングランドなんですけれどもやっぱりこういう国旗の ね、謎秘密もこういうところからフットボールから入っていくと分かりやすいっていうところやっぱクラシックありますねありますグレートブリテンおよび北アイルランド連合王国ということでユニオンジャックは3つの国の旗からできているっていうのはねこれ、はい、はやっぱりだからなんでワールドカップにいくつもイギリスって出てくるのっていうところからこれもともとまずフットボールファンになって初めの疑問の一つだと思うんですねこれ。あれイインンンングラララドドドとととスコットランドと北アイルルウェルズって、えー、なんで、うん イギリスから4つ出る可能性があるのって、そこから入りますもんね。<laughs> そうですよね、オリンピックはイギリスで出てくるのにね、フ、ね、ットボール、ワールドカップはそれぞれ別なんだってなると思うんですけれども。<う> <laughs> 本当、ここはね、本当にこう興味深い文化の一つでね。うん だからまあ右の21ページ、皆さん見てもらったら分かるように、きちんとね、それぞれの国、足したものがイギリスの国旗になっているっていうところで、こういうところも知ってるようで、意外に知らない人も多いと思うので、改めて親子で見てもらって、そうなんだってね、お父さん、お母さんは言われますから、こうなんだよって、はい。はい <laughs> もしあのお酒でねこうウイスキー等であればですねあどこでこのモルトウイスキーはできていてあここはこうだからって地域とか地理とかを考えていく面でもこの一枚の, <laughs> あの地図っていうのはですねお酒好きでも話題にできるっていうような一枚だったんでするよね黒橋さんやっぱりウイスキーも全然普段いける派なんですかあ僕はあこうモルトウイスキーのファンで、まあ、でも何でも少しずつたしなむのが 好好ききななんんでで他ののお酒の文化もビールももちろん楽しいし日本酒の文化もとても愛しているって言っていいぐらい好きなんですけど、うん、このイギリスこうグレートブリテンのその ウイスキーの文化っていうのは、うん、実際にこう、魅力的で、その蒸留所にどんな歴史があったとか、例えばこのネズミを取るための猫を飼っていて、その猫がマークになっている蒸留所のラベルなんだよとかっていう話は、大好物です、ね、<へー> <laughs> すごいな。倉橋 <laughs> さんはもちろんね、<laughs> こうイギリス、イングランド取材も何度も行かれてるでしょうけども、はい、ちなみにこの。 いや4か国にはすべて行ったことあります、うん、いやいやとんでもない、僕はもう全然行けてなくて、もうイングランドぐらいしか行ったことない。ああ、そうですか、はい。残念ながら行ってみたいんですかね。レクジットのところでもね、問題になりましたけども、やっぱりそういう、いやフットボールから入っていくと、そういうところもやっぱり理解しやすいっていうのはあるじゃないですか、政治であったり、ね、イングランドはね、僕は北から南からこう、こしなめてわーっとサッカーどころを結構巡ったっていう歴史あの旅の記憶があるんですけども。うん うん、これも何をこう目的にしていくかっていうと実に面白くて、うん、例えば推理小説から入るっていう手もあって、うん、アカサ・クリスティーで入るかフランド入れで入るかっていう形でもこれはまた違ってきて港町は、うんえー、こういう文化とかあるいはこう、うんえー、中央になってくるとあここはインドからの移民の方も多かったからカレーの文化があるからこれが美味しいとかじゃあんーマージーサイドはどうなんだっていうもうん、かつて世界遺産だった。 場所の中に込みしているこう歴史の文化であったりとか、ビートルズで今度は音楽の文化から入っていったりとか、大体、うん、イギリスって UK の音楽ってかっこいいものがいっぱいあって、うん、じゃあノイル・ギャラガーでオアシスで、で、マンチェスター・シティでっていうふうにやっていくと、イギリス、イングランドはね、切り口が多すぎるなるほど、どんなジャンルからいってもフットボールに 最終的には帰結するともう60年代のスイングロンドンの時代からこうファッションでもいいし医学でもいけてしまうしここの、ね、国は魅力ありすぎるっていうぐらいすごいです。すごいな、確かにそういう話を聞くとなんかまた行ってみたくなりますけどいや面白いでですよ文化で言ったら本当に では続いてのページをちょっとと紹介したいと思いい思ます、はい、続いては3839ページをちょっとあえて使う,使うかなと思ったんですけども倉橋さん僕俺ねやっぱりこの本の構成で面白いなと思ったのはやっぱりサッカーの母国で1863年にサッカーフットボールが生まれ やっぱりその世界的な歴史の、ね、流れ、まあ、特に産業革命に大きく、ね、サッカーも関係してるっていうところでの僕は意外だなと思ったのはこのページで上流階級のチームと、ね、労働者階級のチーム強いのはどっちってやっぱり圧倒的に当時は 上流階級のチームの方が強かったみたいなところは、なんか、こう読むと、あ、なるほどなと思うんですけども、イメージしてるのは労働者階級の方が強いんじゃないと思ってたんで、こういうところもやっぱり歴史を紐解くと面白い回答ありますね。この指摘はね、僕も面白いなと思いました。あの、どうしてもサッカーに関係したその資料の本とか読むと、ここは上流階級のチームでした。ここは労働者階級のチームでしたという表記はあっても、うん、なぜ。 こう分か,れたのかっていうのはこの指摘っって僕も気づかなかった目かなた目ら鱗の指摘で、うん、食べるものがいい方がフィジカル強いのかっていうのはへえ <laughs> 知らなかったっていうね、うん、この辺の気づきっていうのは僕らぐらい長くやっててもちょっとあうっかりしてたなっていうのは今更ですよね。うん でそれがだって今にも通じるわけじゃないですかやっぱりアスリートたるものをいいものを食べてしっかり休養せよっていうところが現代フットボールもアスリート能力はねどんどん求められてっていう意味ではここに源流がありますもんね。うん、ありますよね。な、うん、なかかかねこううセンタタターーフォワード系ののののでっっくててイイプの昔のタイプ昔は 考えたらお金のあるチームしか持ってなかったなというふうに今更ながら思うので、あ、そういうことだったのかっていうのって、これはなんかいろんな 余余計なな話に発展でできそうなそういううい地を残してる指摘ですよね、うん、だからサッカーのみならず、ね、イングランド初でラグビーがね、うん、やっぱりその上流、ね、階級から生まれて、ね、ラグビーが紳士のスポーツとして、世界的に広がっていったっていうところも、まあ、そのストーリーとして、なんかそういう、ね、スポーツの世界的な広がり、歴史を覚えられるっていうのもいいですね。うんうん 確かにそうですよね、うん、でもこれ、上流者階級のチームにせよですね、うん、労働者階級のチームにせよですね、汗っかきの働き者がどのクラブチームでもやっぱり人気を集める選手だということは変わらないなというところも僕は面白いなと思って見てました。ななるほどなるほほどど <laughs> でさん今回ちょっとページは紹介しないんですけどもやっぱりこのイングランド編の図鑑で僕さすがだなとエルゴラストらしいなと思ったのはきちんとそのプレミアリーグまあ世界的なサッカーの悲劇ですけれどもちゃんと2つの悲劇を扱いながら、うんね、まあ歴史に真正面に向き合うっていう誠実な態度まあそこを学ばなければねサッカーの母国イングランドそれからプレミアリーグの発展今の、ね、これだけ世界に普及した今っていうのも理解できないですもんね。 うん、そうですね、うん、あの本当に歴史の中で例えば悲劇が起こった場所それをあの隠すのではなくて、うん、忘れないで心に刻んでおこうっていうのは例えばあのマンチェスター・ユナイテッドのオールド・トラフォードに行っても確認することができますしあの飛行機が事故を起こした現場というのもそのまま残されていたりとかあるいはあのそこに、えっと、子どもたちがあの社会科見学 というおそらく、えー、学習の目的で、うん、あの見学に行って何があったかというのをきちんと学んでそこから何を教訓とすべきか学ぼうかというところがあの,あの国の,あの教育の中ではきちんとなされている、うん、でそれにやっぱり僕たちもそれを残されているのであればフットボールという、えー、娯楽を楽しむのとあの抱き合わせて その国の歴史や文化それから僕らの国に戻って学ばなければいけないっていうことを持ち帰るっていうところも含めて、うん、あのそういうことがフットボールの中での勉強なのかなと思いますね。うん まあそういう,こう歴史、悲劇ではあるんですけども、歴史を知ることによって、実際にプレミアリーグの中継見てても、やっぱプレミアリーグってそういう歴史的なことを分かってないと、抜かれた人とか、試合前のセレモニーとかって理解できないことも多々あるので、もちろん中継でね、日本の実況解説の方がきちんとフォローしてくれるんですけど、やっぱそういうことを分かった上で見ると、よりプレミアリーグも楽しく見れますもんね。本当そそううううですねねの黙祷の意意味味っってていいはねそれなりに意味があってどういう心で みんなは手をああの合わせて目を閉じようと考えるかあるいは拍手をしてその人の名前をいつまでも忘れないようにしようとかっていうところが生活の中にフットボールがあるっていうことなんだろうなというふうに、えー、思います。あとねイングランド僕僕は行っていて楽しかったこと今一つ思い出したんだけどガーデニングの文化っていうのがね<ー>イングランドって素晴らしい。あのー、マンチェスターシティの あのホームスタジアムの周りにもたくさんのこうガーデニングがされていてあの花を飾る文化っていうのがあのイギリスの方って素晴らしいなと思いますね。植えて作る花壇っていうのも上手なんだけどあの寄せ植えのような形で一つの世界観鉢、うん、の,の中にいる世界観を作って飾るっていうところもこ非常にあのなんてのな素て言なな文化だなと思います。あとね、うん なななんんんていうのかなすごいいいうののかすごろんな種類の犬がいるんだよね、えー、散歩させて犬とか見るとあこれはなんかまだオオカミに近い種類なのかなみたいな犬になって <laughs> なこっちの方がなんかこうドッキリドキッとしたようなすごくあの美しい人にあってドキッとするような感じの珍しい犬見たりとか、うん、あのそういった発見もあったり。 するのいますイングランドってどうしてもあの食事の文化っていうものが、うん、スペインやイタリアに比べると負けてるなっていうのは間違いがないところではあるんだけどそういう中でもこう僕が教わったっていうのは前にちょっと話したこともあるんだけどずかずかってレストランに入っちゃって、うん、誰が何を食べて美味しそうにしてるのかなっていうのをこうぐるっと一周して見られるお店であれば、うん、そこに入る。 であの無理やりこう高く見せようとしているお店は、例えば、えー、ダメ気取っているお店も、えー、ダメいい匂いいしないお店もダメその中であの、ここは大丈夫だなと思うところに入ると、外れがないレストランだっていうのを優秀な現地コーディネーターの方に僕は検知されたことがあるので、えー、この動画を見た方には、それもお知らせしておこうかな。お得な情報ありがとうございます <laughs> <laughs> そして、グラシックさん、まあ、この本の中には今回、ね、ページ紹介できなかったですけど我らの我らが友人、知人のベンさんの、はいね、ベン・イグリさんンの、はいえー、ことも、やっぱりちゃんと2ページ見開きで扱われて、はいて、やっぱりイングランド、ね、の中のフットボール文化の根付き具合って、やっぱりこういうクラブからもよく分かりますよね。本当そうですね。あの昔からよく言われるの、フットボールはまず川があると人が住むように。 人が住みようになると次に教会ができる教会ができると次はボールを蹴り始める っていうのが、まあ、よく言われていいることらしいんですけどイングランドって本当に街の数、教会の数だけ小さなクラブチームもたくさんあって、その中でどう関わって、どういうふうに愛していくかっていう形の中での進化っていうものが、プレミアリーグって小さなクラブからビッグクラブまでそれぞれの進化の過程をそれぞれ持っていて、うん、新しく台頭してくるクラブチームっていうのに僕はすごくあの興味があるんですね。うん、そこはどどんんななススタタジジアアムムをを作作っってているののか周り文化上 やろうとしてるのか継続性ということをなくしてプレミアリーグで生き残っていくことはもはやできないので大きな資産だけがあれば済むというものでもないのであのそこの変化というものも含めてプレミアリーグっていうのは常に変化して進化しているリーグなんで、うん、街を歩きながら見ていくと小さなトントンタウンのところから大きなところまで見ていくっていうのはすごい楽しいことだと思います。うん 今回、えー、スペイン編に続いて、ね、イングランド編を紹介しましたけども、これ、いろんな国でク倉スさん、やっぱり作って展開してほしいですね。はい、これ、もっと続編作ってほしいですよね。うん、フランス編とかドイツ編とか欲しいなと思いますけど。ブ、ね、ラジルとかアルゼンチンもいけるし、やっぱりフットボールでいろんな国を知れるっていうのはね、ね、はい、フットボールならではの醍醐味だと思いますし、うん、うちの子どもたちもやっぱり。はい 浴室ににお風呂場にこう世界地図貼ってあるんですよへえいいな。サッカー好きだとこの国は誰の母国だねとか話で、国旗で人口何人みたいなところをやっぱりなんかそういう地理の勉強にすごくなるので、うん、サッカーやっててよかったねって親ながらなんとなく思いますけれども。いや本当そうですよね。だから日本っていう国だってもしかしたら知らないかもしれないけどねあの、かつてナカータとかいう形の中であ日本ってそうなんね。うん ってそうなのねジャパンってそうなのねっていうのってやっぱそういうところからこう世界を知ることができるって言うんでやっぱフットボールっていうのはスペイン編の時も申し上げましたけど子供の頃から世界を意識する大きなきっかけだし言語に慣れておくのは必ずプラスだと思うし国際社会の問題っていうものもその 大きなとところで言うとあの収入の問題とか収支の問題とかあるいはいけないことしちゃった人たちが FIFA にいるんですよとかいろんな話を面白く見ながら観光と仕事抱き合わせてこういう一冊からあの子どものうちから慣れておくと絶対大人になってからのアドバンテージになると思います。うんうん、ということで、まあ、今回はイギリス編についてお話し ししま倉し石しさんにいろいろ教えてもらいましたけども、まあ、スペイン、イギリス編必ず、まあ、親子でもちろん夏休みの準決に使ってほしいんですが、はい、子供いないよっていうサッカーファンの方にも手に取っていただきたいしいろんな人に、ね、本当に見ていただいてもう、ね、スペイン編でおっしゃっていただいたように学校の図書館とか、ね、教室に一冊置いていただくみたいな形でもいいんでいろんな使い方を活用していただければと思いますし。大人にもですからね、はい 僕は最後は倉敷さんのなんかサッカー図鑑を求めてますんでなんかそういう形と作ってくださいよ。い <laughs> <laughs> やいやいやなあのいろんな文化に飛び火するものがううの、うん、あるんだったらやってみたいなと思います。うい,ういくらかったらここだよとかね。ねうん、はいそういう。はい 将来的には期待しておりますのでエルグラストさんぜひ <laughs> 企画をお願いしますということでお願いします。今回は2回にわたってグラシキヤソさんに、えー、ねろいろ教えていただきました。グラシキさんありがとうございました。ありがとうございました。あした皆さんスペインイングランドサッカー世界図鑑ぜひでお楽しみください。ありがとうございました。